アルノルト・ホーブラーケンは、オランダの画家、著述家。現在では、オランダ絵画黄金時代の画家たちの伝記、大劇場を残したことで知られている。ドルトレヒト出身、ヤコブ・レベックや、サミュエル・ファンホー・ホストラーテンの下で学んだ。1685年に結婚し、1709年頃には、ドルトレヒトからアムステルダムに移る。ホーブラーケンは、神話が、 宗教画、肖像画、風景画などを手掛けた。彼は画家たちのための手引書として、エンブレムブックインハウド版、t、シロットでアフビエルデングを残している。十人の子供を持ち、息子のヤコブス・ホーブラー犬は、版画家となった。娘のアントニーナ・ホーブラー犬も、同じく版画家となり、現在では、人物や動物が含まれる都市の景観図で知られている。彼の、 大劇場には17世紀の画家たちの伝記が約500収められている。3巻からなる、この書はカレル・バン・マンデルの画家列伝やサミュエル・ファン・ホー・ホストラーテンの絵画芸術の高等画派入門に習って書かれた。また、他の人物が書いた伝記からの引用も含まれている。他には、ホーブラー県の画家としてのネットワーク、特にオランダのセールカ組合の組合委員から得た、 情報が含まれている。また、画家の家ヌ、ビンセント・版ン・デ・アビニーの日記も用いられている。ホーブラー剣は1719年に亡くなったが、彼の妻が引き継いで彼の本を完成させた。ホーブラー剣の死後30年経って拡充された第2版が出版された。彼の本は美術視野にとって重要なもので、1976年に 第2版のファクシミリがアムステルダムで出版された。この本は現在 EN デジタルライブラリーフォーダッチリテラチャーで読むことができる。重要な画家として500名ほど、その他に150名が列挙されている。この本は出版関係者を含めると1000名近くの人物に言及している。リンク先は全てオランダ語。ありがとうございます。